久保さん僕はね、久保さんのね、あのネームセンスっていうのがあるなぁと思うんですよ。速下塾も。吉田さん、これいいでしょ即稼ぐ塾。わかりやすいも。もう抜群ですね、みたいな。オリガルヒも、なんかいい感じっすよね。オリガルヒ FX って、この FX とオリガルヒも非常に合ってるんじゃないかなと思うんですよ。で、そのオリガルヒっていうのも、意味合いもちゃんとあって、この FX とオリガルヒっていう、この組み合わせ非常にいいんじゃないかなと思いますね。 だからあの商品って、まあ、久保さんもいろいろやってきてるんでわかると思いますけど、どういう名前、パッケージにするのかによって、やっぱね、違うんですよ。これだけで、本当に。内容一緒だけど、だから、な,なんですかね、お店でもそうじゃないですか。どういうそのお店の雰囲気なのか。提供しているものは一緒なんだけども、あの全然その違ってくると。だマクドドナルドが 実はその昔ね、すごい、え安、ー、売り戦略して V 字回復したんだけど、安売りしすぎて、こう、落としちゃったんですよね。だからだ、僕が大学生の時だったかな、ハンバーガーが65円とかね、ハンバーガー65円とか、70円とかあったんですよ。でも、みんな殺到するわけですよ。なんだけど、安すぎて、回復したんだけど、まあ、どんどんまたやっちゃったんですよね。でこ、今度マクドナルドどうしたかっていうと、店舗を全部変えていったんですよ。 うん、でそのブランド戦略というか、まあ、その雰囲気を、空間をちゃんと作って、んで単価も上げてったっていう話ですよね。だから、そのレクサスとかのショールームとかもそうだと思うんですけど、あの同じ、まあ、まあ、ちょっと違うんですけど、車同じ車を売ってるんだけど、どういう見せ方をするのか、どういうパッケージにするのかによって価格差を上げられるという感じですよね。だから結構ね、ビジネスをやる上で、そのパッケージって結構大事だなと思いますね。っってらっしゃい